ンポン。そういえば私学生なんですよ。知っとるわ。でも先生なんですよ。お前はほんと時空が歪んどるな。つまり学生のプロ。何お前、生徒歴15年。何ちょっと留年しとんねん。この長い年月をかけて得た。はい、学生あるあるネタ。んなもん言えるな。とくとご披露つかまつりソウロム。はい、頑張って。あ、もちろん手伝って。ふざけんな。レイレイヘイヘイヘヘヘ。キュプシ、今夜雨やろうよ。キュプシキュプシ、やめろってくすぐったいだろう。キュプシキュプシキュプシ、やめろっつってんだろうが。ぶっ殺すぞてめえ。じゃあこの問題を答えてもらおうかな。今日は14日なので、よし、出席番号24だからセーフ。10月の10たす14日の14で24。ゆずき、答えろ。なんでー。あ、勉強してないわ。試験やばいわ。私もやっぱり試験勉強ってめんどいよね。あ、98点か。まあまあかな。ピンポン。私ってボイスロイドの星なんですよ。何お前、ボイスロイドといえば柚月ゆかり。世間では一般化した常識ですよね。普通の人からしたら誰お前やで。ああ、そろそろ黄色い天気ネズミさんと食事会でも行くか。世界クラスのマスコット様と同列にいるかのような言動をやめてくれる。いやでも先生もそろそろもっと有名になってもいい頃ですよね。ああ、あの初音ミク対戦のような大先輩やぞ。口を慎め。まあ今日はボイスロイド1のこの知名度を使ってボイスロイドの皆々様を紹介してあげようかな。上手。さあさあ、言ってらっしゃい言ってらっしゃい。通販番組的なその入りなんだよ。エントリーナンバー1番、ボイスロイド界のドスケベクイーン、キスナアカリ。自伝をしまくぞ。その可愛らしいルックスに可愛らしい声、この豊満なボディに騙された男は数知れず。変なキャラ付けすんのやめろ。うちは至って普通の女子高生や。あ、可愛いのはほんとやで。では続きまして、おい、エントリーナンバー2番、ピンクと青、双子の爆裂天使。爆裂天使ことの橋舞。お、喋んねえのかよ。すみません、まだソフト買ってませんでした。おい、やめろ。エントリーナンバー3番、あどけないルックスはまさにこの世に生まれたバーストストリーム。どういうこと。東北切りたーい。お、また喋んねえのかよ。声、違うでー。みんな、本物のキリタンはめちゃめちゃ可愛い声やで。勘違いせんといてな。ごめん、ほんとだよ。てかこれじゃあボイスロイドの良さが全く伝わらんやん。大丈夫かいな。ちっちっち。まだ絶対王者が残ってるじゃないですか。だから不安だっつってんだよ。エントリーナンバー4番、ボイスロイド界のキング。キングは男やぞ。キング界のクイーン。すげえハイブリッド来た。天才クールビューティーキングおむつ。なんかキャッチコピーにおむつ入っとるで。ゆずきー、ゆかりー。その特徴は、このグラマラスボディ。一瞬で見抜かれる嘘をつくな。あと可愛いメガネ。2番目の自慢ポイントそこなの。あとは思いつかないんか。うわあ、泣くなや。ん、あれや、ゆかりちゃんのいいところはアホ可愛いところやでしょうね。何お前。ピンポン。ねえ、なんや、私って綺麗口先女。いやいや、それやるならマスクしないと意味ないやろ。隠してる場所で驚かせるんやから。ちげえよ、口を隠せって言ってんだよ。金太郎飴かお前は。え、待って、私って超可愛くないですか。聞けてら。ああ、可愛い可愛い。先生めっちゃ可愛いわ。ふはは、そうでしょうそうでしょう。あかりちゃんも可愛いですが先生には及びませんね。あ、何寝言言っとるんやこのアホは。うちの方が可愛いに決まっとるやろ。はあ、先生の方が可愛いですけど。うちや、先生。うち、先生。うん、よっしゃ。そんなん言うたら勝負して白黒はっきりつけようやないか。望むところです。格の違いってものを見せつけてやりましょう。おお、言うたな。先生なんかどうせまたボケ倒すだけやろ。可愛い言うてもアホ可愛いや。アホっぽくて可愛いってだけ。やったぜ先生かわいい。くっそ都合のいい箇所しか聞いてねえ。真剣勝負です。おう、お題は。お嫁さんとして旦那さんに可愛く料理を振る舞ってください。なるほど。お題やないか。レッツプレイ。おお、帰ったぞ。お帰りなさい。ただいまりも。わけわからないギャグ言うのやめろ。今日はあなたの好きな肉じゃが作ったんや。肉じゃが。なんで意表つかれてんだよ。王道中の王道だろうが。食べてくれる。いただきまんもす。ぶんぶんま。よかった。あ、ご飯粒ついとる。泡てんぼうさんやな。ふふ。私は今恋に落ちました。あえよ。まあうちは割と普通な感じで攻めてみたわ。オーソドックスな感じやな。オートバックスな感じ。言ってねえよ。わけわからんボケはいらん。いいから次は先生の番やで。よっしゃ、行くぞ。おーい、試合前のスポーツ選手並みの気合の入れ方なんなん。おお、ただいま。ただいまりも。うちが帰ってきたんだよ。お前はずっと家にいたやろうが。おかえりんご。よーし、もうそれでええわ。ご飯にする。熱湯風呂入る。それとも、ああ、な、ご、どういう状況。その3択だとご飯しかねえじゃねえか。かしこまり。なんやこいつ。はい、肉とじゃがいもをひたすら煮込んだ物体。それは肉じゃがだよ。見た目は普通やな。なんかトラップでも仕掛けてるんやないやろな。ふふ、食べてみてください。怖いな。普通にうまいな。あ、あかりちゃん、ご飯粒ついてますよ。ふふ。取り方おかしくない？じゃあご飯も終わったことだし、これからは大人の時間ね。うふふ。な、何する気や。スマブラしようぜ。子供か。